さあ、というわけで、マシンはオートショーで手に入りますということで、今週のカーパスもらいました。BMW i8 ロードスター、フォルツホライゾン4のホンダシビッククーペ。いいのもらったね。特にこの i8 とか最高じゃん。はい、ということで興奮していて挨拶が遅れました。皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。ということでやってまいりました、フォルツホライゾン4の時間でございます。さあ、ということで次へ。Welcome back, Julia. ありがとうございます。そしてウィンター終了まであと1日ですよ。どうも皆さん、どうも。はい。ということで、今日もね、やっていきたいと思います。フォルツァホライゾン4でございます。中に入る。はい。そういうことで、前回の続きなんですけど、まずガレージに行きましょう。ガレージ。掘り出し物完成しましたよ、皆さん。あれ?どれだっけ?あれ?回収可能。これ。はい。回収可能になりましたんで、回収しましょう。These were built as GT races, but you could convert them to a road spec if you passed the special vehicle approval test. I guess this one never did. Lucky for us here at Horizon, we're exempt. はい、このルール対象外ということで決まりました。これ直すのにめちゃめちゃ時間がかかりましたね、この車ね。はい、ということで、カメラを変更ということで、こんな感じです。はい、色とかもね、後々いろいろ変えていきたいんで、こんな感じです。よろしくお願いします。はい、ということで、今日何をするかというと、本来の予定では、車を買って、カスタムして、そして、掘り出し物また探しに行くツアーに出かけようと思ったんだけど、カーパス手に入ったんで、せっかくだったらあの i8 を使って遊んでみようかなと思います。はい、まずは競売場に行って、一緒にね、皆さんと一緒にマシン検索しましょう。はい、ランボルギーニでございますということで、ランボルギーニのアベンタドール、 SVJ じゃないわ、この SV、 これをね、探してみましょう。ないよね。はい、ありません。ないですね。はい、ということで、ではまず、はい、まずですね、このフォルツホライズンライフで、こちらですね、ホイールスピン、こちらをね、1日3回やっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。では今日の運試しでございます。はい、来ましたよ。もう残り3回やります。あと3回やります。はい、3回ずつね。頼む。 SV 当たって。 SV おっ、もう、20枚20枚いい、OK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  ありがとうございます。さあ、これなんか普通のなんかギャンブルよりも面白いぞ、これ。よし、 OKOK どうだ。お、来た来た、やったやった458スペチ当たったー。いつか買おうと思ってたんだ。うわ、今日これ最高。次3段落ちにならないようにしてね。次3つ目頼むよ。期待してるよ、俺。期待してるよ。SV 行け。これ SV か20万、SV か30万とか。頼む、期待してる。3段落ちにならないで。まあいいか。これぐらいにしとこう。これぐらいに。あと1回置いとこう。はい、ありがとうございます。そしてメッセージなんかね、結構いいメッセージ来てるらしいんですよ。コメントでも教えていただいたんだけど、はい。メッセージセンターでは、フォルツァ4の世界の最新情報確認ということで、OK。はい。で、ここで、これギフト。ありがとうございます。はい。VIP スーパーホイールスピン受け取りました。あれ?これはもう終わったよね。終わったよね。あ、今すぐ回しますかってなってる。これまだか。はぁ、あ。え?これまだなの?これ。これ終わってるよね、もうとっくに。終わってるよね。終わってるじゃん。終わってるじゃん、これ。あ、でもこれは下に今すぐ回すっていうのがあるわ。これもあるわ。あ、これもあるわ。これ回せるんだね。これ何回回せんの、これ。3回回せんのか。じゃあこれ回そうか、1回。よっしゃ、行こうぜ、皆さん。なんか今日なんかギャンブルパートみたいになってんだ、これ。頼むぞ。よし、頼むぞ、OK。おい、ラッパとかいらない。結婚更新。おい、スカート、ちょっと下の50万が良かったな。おい。残り1回は置いとくわ。ありがとうございます。そんなもんですよね。そんなもんですよね。これ次回やりましょう。これね、ホイールスピンでいちいちね。はい。ということで、今日はですね、ホームで、またいろいろ遊んでいきますよ。で、マシン。今日ここ i8 が出たからさ、i8 ちょっと取りに行きましょうよ。i8。i8 をちょっともらいに行きます。ここ入ったね、もう。
はい、ということで、i8 早速乗ろうぜ。はい、ありがとうございます。458スペチ、めっちゃ嬉しいです。これ、ありがとうございます。また乗ろうね、みんな。はい、i8 がどっか行ったはずなんで、i8。今日はこの i8 をバチバチにいじって、明日じゃない、今日、今から掘り出し物探しに、i8 ない。どこ行った i8。i8 どこ？これ、最初に全部取らないといけないんだっけ？どっからか。あれ？ちょっと待って、i8 マジでどこ行った？ i8? 俺の BM の中で一番好きな i8?どこ行った？ BM? i8? ないぞ。BM? あれ、これどっかで撮ってくるんだな。これどっかで撮ってくるんですよ。多分カタログかどっかですね、これ多分。はい、ちょっと待って。ちょっと行ってきます。さあ、というわけで、ちょっと家というか、フォルツァフェスティバル会場に帰ってきたんだけども、ですね、なんかいろいろ見たんですけど、なんか多分あれ、まだっぽいね。ちょっと早とちりしたのかな？ちょっと見方が悪いのか知らないけど、ちょっといろいろとね、ダウンロードコンテンツの、DLC カーとか、DLC カーパックとかいろいろ見たんだけど、ちょっとね、まだ出てなかったですね、i8。よくわかりません。はい。ということで、今日はですね、ちょっとこれ以上時間取ってても仕方がないので、今から、このワールドマップでですね、一番近い、この、1、2、3、この3箇所の、あれを取りに行きます。はい。取りに行って、まあ、この辺の掘り出し物はまた、こちら辺行った時でいいんだけど、とりあえずこの3つ行きます。はい。3つ行ってですね、最後に1つレースでもやってみようかなと思いますんでね、よろしくお願いします。それではこの掘り出し物に向かって、まずはスタートしましょう。一番近いところから順に行って、また一気に掘り出し物で車を、増やしていくという感じでね、行きたいと思います。はい。では今日ですね、ホイールスピンでゲットしたこのウラカンと共に、行きたいと思います。はい。で、この裏側に関してはまだ一個もね、何もいじってませんし、カスタムも一切してないし、タイヤもウィンタータイヤとか履いてませんので、どういう風な風になるかわかりませんけど、とりあえずね、走っていって、今日は掘り出し物を3つね、ほぼ掘り出し物を探すパートになるかもしんないね、今日はね。まあ、いろんな車で行きながらね、楽しんでいこうというのが、僕のモットーですから、はい。で、とりあえずね、影響ボードとかもね、順に壊していきたいなと思うんだけど、ここはね、確か細いやつじゃないと、確か取れないんですよ。確か無理です、ここはね。はい。で、目的地までよく1キロぐらいなんで、もうすぐにね、取って、ささっと取って回収して、ささっと直してもらいましょう。はい。では、ウラカンなのでね、ちょっとダブル RX みたいなことはできませんので、ちゃんと道沿いにね、行きたいと思います。はい。ここはちょっと除雪車がいないからちょっときついね。実際にこんなところアベンタドールじゃないわ、こんな裏間でもこんなところで走るとちょっとやばいよね、多分ね。はい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 、よいしょ。ではもう間もなく着きますね。あー、ごめんごめん、あ、しまった。コーナー忘れた、コーナーハンドル曲がりきれなかった。今ザ・クルー2みたいに、はい終了かと思ったら違ったね。あ、もうすぐそこだよ。やっぱいいね、宝の地図最高だね。ありがとうございます。Found it. Brilliant. Wait there, I'll be down there soon. A Jaguar E-Type? Why would anyone leave this beauty to sit here for so long? Come on, let's take her back.I'll drive it back to the garage. Maybe blow some of the grass out of that engine. いいですね。もういきなり見つかったね。いきなり見つかって、もう見た瞬間に、あ、結構レアな車じゃんと思ったわ。はい。ではそのまま次こっち行きます。次ここ行きますよ。掘り出し物を探して一気に行きましょう。はい。ではね、裏勘でしっかりと。じゃあ次は視点を変えて、このドライバー目線でやっていこうかな。はい。では走っていきましょう。はい。ではですね、ちょっと待って、これはちょっと見えにくいな。これ、はいはい、大変ですよ。OKOK。さあ、この裏缶なんかもね、徐々にカスタムしていきたいなと思いますんでね。裏缶は黄色のまま行こうかなとか思ってたり、なんかいろいろとね、ちょっと悩んでおります。はい。まあ、せっかくね、タダでもらえたマシンですからね。はい。しかも、ホイールスピン、あ、じゃないか、これはレベルが上がり次第もらえる車だけど、ホイールスピンでしかね、当たらない車とかって本当あるからさ、そういったのもね、しっかりとカスタム施して、何の車でも
レースで走れるようにはしておきたいよね。そのためにもやっぱり今必要なのはお金ですね。お金今必要。もうサクレオナルドのお金欲しいし、もうサクシューマッハのお金が欲しいわ。サクジュリアもね、ある程度お金持ちにはなってきたけど、やっぱりまだまだね、お金もっと欲しいよね。サクジュリアね、本当サクジュリア可愛いからなんかね、稼げそうな気するけどね、なんかすぐにモテモテな感じするけど、はい。ではぼちぼち、もうこれ早く本当に冬終わってほしいわ。もうハンドル全然効かないしね、これ本当。スノータイヤじゃなかったらやばいわ。はい、ではね、これ道なき道を走ってる気がするんだけど、ここ道か本当にこれ。道、こっちだね、こっちが道だね。はいはい、ではもう目的地 1.2 キロよ。もう1キロ切りますよ。はい、これこのまま直進、あ、直進したらジャンプ台だったな。ジャンプすればよかった、ごめんなさい。はい、まあいいまあいい。とりあえずね、道路沿いをしっかり走っていきましょう。はいはい、ドリフトがあんまりできないね、やっぱりね。はい、ここでレフトですね。はい、掘り出し物も見つかりましたね。あれですね、あの右ですから、ここ突っ切ろう。ここ突っ切ったら多分まっすぐですね。ここですね。あったあったあった、ここです、ここです。はい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 。You actually found it. It's actually there. Wow, okay. Be right down. Oh, it's a Jag. XJ, I think. What's that stuff on the front end? Either this bloke hit a hay bale, or he tried to keep chickens in it. Help me get it out of here.I'll get it back to the garage. See if I can fix it up. すげえじゃん、ジャガーのスーパーカー発見したよ。ジャガーのスーパーカー発見しちゃったね。すごいね、幸先いいね。じゃあここ行こう。 OK、 288GTO とかどっかないかな。1000万級のやつなんかどっかないかな。よし、 OK。 ではウラカンでこっち作ってみましょう。はい、では目的地 2.5、 もうここもう自由気ままな自由奔放サクジュリアが駆け抜けます、雪山を。この裏間で、ああもうランボルギーニの社長が見たら泣くよこれ。はい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 、オーケーオーケー、よっしゃオッケー。アウトモビリランボルギーニのショールームの営業さんが見ても泣くかもしれないこれは。よっしゃオッケー、こんな走り方するなんて素晴らしいぞサクジュリア。あーやばい、オッケー。さあオッケー、ここで本当今日掘り出し物探すだけで終わるかもしれないなこれ。よし、 OK、 なんかレースはやらないとね、さすがにね。よし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 、 OK。 さあ OK だ、まもなく着くぜ、まもなく着くぜ。これ宝の地図最高だわこれ、時間短縮には持ってこいです。 OK、 見つけたかまぼこ、よし。OK、 こういうの現実世界もあったらいいのにな。 You found another barn. Of course you did. Wait there.Seen the Italian job? Aye, great film. From what I heard, they tried to drive a full loop through a sewer. It got most of the way there before it came down on its roof. I'll go and get it fixed up for you. Call you when it's ready. すげえね、結構いい感じで増えてきたんじゃない？はい、OK、OK。で、今が、とりあえずここにいるんですよ。で、シンって出てる家がここに1個あるな。ここ行ってみるか、ここ。あ、ちょっと高いな。150万円か、高いな。いや、買えるんだけどね。買えるんだけど、ちょっとなかなかきついもんがあるよ。じゃあ、ちょっと、とりあえず、じゃあ最後この辺、あれ、これ何これ？掘り出し物？あ、これもう見つけたよね、ここは。これ見つけたやつですよね。あれ見つけたやつもこうやって出るっけ。あ、出てるね、出てるね。見つけて、まだ車が完成してない状態の時はこれが出るのか。いや、でも違うな。あったところに全部出てるんだ、これ。全部そうだわ。はい。よっしゃ、オッケー。ということで、今からは、じゃあ、一番楽しそうなレースを一回やって終わろう。今日は。これだけで終わってしまうっていうのもなんだけど、まあ、この辺のなんかやろうか。これ、あ、そういえばなんかドラッグレース。これ、ドラッグストリップ、これやろうって言ってたんだ。これをやろう、今日。ドラッグやって終わろうぜ、ドラッグ。あ、ごめん。ちょっとその言い方ちょっと不謹慎だね。ごめん。今の言い方ちょっと不謹慎だったね。ごめんね。ドラッグじゃなくて、ドラッグレースをやって終わろう。はいはい。ドラッグやってっていうのはちょっとおかしいから。ちょっと不謹慎だから、ちょっとそれはやめてみますね。はい。ドラッグレースやって終わりましょうかね、今日はね。はい。
ではでは走っていきましょう。ウラカンこんな感じでしたよ。まあちょっと若干右のミラーが取れてるけど、それは気にしないでね。さあ OK、じゃあこのままドラッグレースっていうのはちょっとよくわかんないんでね、これ今回フォルツァで初めてなんですよ、ドラッグレースするのが。だからちょっとよく分かってない部分もあるかもしれないんで、ちょっとまたもしね、アドバイスがあればいただければ幸いでございます。本当にね、ご視聴の皆さんでフォルツァめちゃめちゃ詳しい方いっぱいおられるんですよ。フォルツァの専門家みたいな方もおられますし、本当にね、感謝感激雨嵐ですよ。本当にね、本当にずっとずっと相談に乗ってほしいぐらいです本当に。はい、ではではここからね、普通にドリフトとかしやすいところと思いきやまた雪道に入るというね、はい、全然車とすれ違わないね。なんか除雪車しかすれ違わないの本当ね、はい、でなおかつ全然影響ボードとかないしさ、ここ、あ、そうそう、あとなんかマップの広さっていうのはこれだけらしいですね、やっぱりね、うん、ただなんか拡張パックとかでなんか拡張がある可能性があるということで、まあ、実際にあるみたいですよ。だからそれはちょっと、楽しみにはしておりますが、まあ、やっぱり広大なマップといえばやっぱりザ・クルー2なのかなと思ったりはしますね、はい、で最後そのドラッグだけやって、あ、失礼しました、ドラッグレースだけやって終わりましょう。あ、実際にどんな感じで終わるのか、本当にめちゃめちゃ難しいのかめっちゃ簡単かとかそういうのも全く分かんないけども、とにかく一回どんなのかやってみたいと思います。はい、まもなく1キロぐらいですから、もうぼちぼちですね。これでぼちぼちドラッグレースがどんなものかっていうのが今日分かりますね。はい、なんかお金稼ぎとかもなんかドラッグレースの方がなんか簡単ですよっていうふうにおっしゃってる方もおられましたね。なんかドラッグレースは1個しかないからみたいな感じで、あ、こっちです、こっちで、あ、ごめんなさい、行き過ぎました、はいはい、すいません。あ、すげえドラッグレースの場所じゃん、これもう、この場所が。よしよし、これでどんな感じになるんだろう、やってみよう。ここですね、ここでいいですね、イベント始めましょう。はい、シングルプレイ、これで真ん中でいいのかな、ドラッグレース。マクラーレン乗るのかな。あ、選べるのか、選べるの。え、ドラッグレースだからドラッグ専用車かと思ったんだけど、いや、そうなるとやっぱりスーパーレジェーラーの方がいいような気がするけど、ここでこのジャガーのこのこれ乗ろうか、 CX これ乗ってみよう。じゃあ、はい、これね、僕いろんな逸話っていうか面白い話があって、なんかフラッと車ちょっと買おうかなみたいな感じで思った時があって、でジャガーとかちょっと洒落たやつちょっと乗ってみようかなと思って、これ初め見た時にこの CX75 これ最初見た時にこれめっちゃかっこいいなと思って、あ、多分1500万ぐらいで買えんじゃねえのとか思って、これ買ってみようかなと思ったら、これなんと1億2000万円してびっくりしたびっくりしたわ、はい、という逸話が昔ありました。さあ、というわけでイベント開始やっていきましょう。レッツゴーです。はいはい、ドラッグレースですからね、これはもう、うわ、横 R35 じゃん、これ負けるでしょ、 R35 R35 には勝てんでしょ、これ。ちょっと待って、フィニッシュライン、お前これ全然勝てんわ、これダメだわ、これはこれはあかんって、これちょっとニトログリセリンもなんもないやん。ちょっともう一回やろう、もう一回ちょっと車変えさせてよ、車。おいおい、クラス S1 で数値全部勝ってんのに、おい、負けるってどういうことよ。よっしゃ、もう一回よ。ちょっと左の GTR には勝てそうもないけど、ちょっと6位という成績だけはやめようぜ。よし、オッケー、いけ、よし、よし、よし、ウィング出して。よーし、オッケー、お前らやっぱ早い、やっぱりダメだ、こりゃ。ダメだ。やっぱ早えな。これ6位以外取れんわ、これは。これちょっとダメですね。マシンレベルちょっといじんないとダメかもしんない、これは。トルクとか、いろいろ。うん、何もやってないからね。とにかく普通にやってみようっていうだけだから、多分ダメですね、これは。はい。勝てません。これでは勝てません。はい。そういうわけでですね。全然勝てませんね、これ、ドラッグレースは。ちょっとこれやっぱり、いろいろといじらないとダメですね。今日は普通に動画の最後にちょっとやって終わりましょうみたいな感じでやったから、何のカスタムも施してない車でやるとやっぱダメですね。これは勝てないですね。はい。ということで、まあこんな感じでね、ゆるい感じの動画になっちゃったけど、とりあえずこんな感じで、これどうなんだろう、尺的に。はい。最後ちょっとなんか、このまま終わるのもちょっとあれだな。なんか気持ち悪いな。これ何これ、ストーリー。これやるか、最後。これやろう。最後このストーリーやって終わろう、これ。ちょっと今の、ちょっと撤回するわ。これ。今のちょっとダメだ、もう。この最後ストーリーやってやろう。
ドラッグレースはもっとカスタムしてからドラッグ専用のやつを作るわ、そうするわ、じゃないとこれダメですね、これは勝てないと思います。はい、だから最後今日はこちらで勝って終わりたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。さあもう着くよ、もう着くぜ。さあここでストーリー始まるぜ。どんなストーリーかな、楽しみだ。さあ OK やっていこう。ここでどんなストーリーが始まるかはお楽しみ。はい、シングルプレイ。It's Laracer. I'm at the Horizon Festival in the UK. I'm at Horizon! It's awesome! Come join me. I'll be streaming every day. Today, we'll be counting down my top 10 favorite cars. And I've got a guest. Who? Just one of the biggest rising stars at the Horizon Festival. Number 10, the Ferrari Testarossa and Outrun, which is one of the best games of all time.I don't care about stand-up or console port. This game is a classic. If you've not played it, pause this right now and go play it. I'll wait. Great. Everyone's back. Let's drive. さあ、やってきましたよ。まさかのテスタロッサでございます。もうまさかのテスタロッサ、嬉しすぎるわ、これ。よし、OK。Ready, go! ということで、走っていきたいと思います。さあ、OK。よし、いいぞ、フェラーリテスタロッサ、力を見せてやれ。ちなみに僕が人生で初めて作ったプラモデルはこのフェラーリテスタロッサです、実は。はいはい、そんな思い出もあります、フェラーリテスタロッサ。はいはい、どうもありがとうございますどうもありがとうございます。はい、でまだまだね、僕が物心ついた頃はフェラーリテスタロッサは中古で500万ぐらいで買えてたんですよね。その時もし500万で買ってて綺麗に維持してたら今頃とんでもない値段になってましたよね。一時1年前ぐらいだったかな、なんか3000万ぐらいまで行ってたよね。これコーンズで中古で見た時2500万とか2800万とかっていう値段のテスタロッサを見て正直驚いた。うわ、やっぱりフェラーリってすげえなと思って。まあ一度値段下がることってないもんね、事故らない限りはね。まあ仮に事故ってたとしても、こういうさ、テスタロッサじゃなくて、あと 512TR とかさ、あの辺ってもうプレミアついてるからすごいよね、ほんとね。はい、ではね、走っていきたいと思います。全然ぶつけてもいい。あ、そうか、時間内か、3分以内にゴールすればいいんだね。はい、 OK。 じゃあちょっと視点を変えてみましょう。変えた瞬間にちょっとふらつきたい。よし、 OK。 エンジン音もいいね。あ、エンジン音もそこそこいいじゃないですか。そこ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 エンジン音もいいぜ。よし、ありがとうございます。 OK OK。 まあそんな感じでちょっとあまりやったら失敗しそうだからね。はい、私のトークの声が大きすぎてエンジン音聞こえないんですけどっていう、なんかクレームが入りそうな気がしますがはい、まあ、それが私なんですよ。私もう車のことに関して喋るととんでもないことになってしまいます。はい、とんでもないことになって、ここでもとんでもないことにならないようにね、はい、安全運転しましょう。一応借り物のテスタロッサですからね。はいはい、と言いつつ、あの普通に看板にぶち当たるというこんな暴挙に出てます。ありがとうございます。それでは、Racing and exploring and beautiful cars. I love games that do that. はい、らしいです。どうもありがとうございます。はい、ということで、あと何キロ、あと 2.4 キロか。お、ちょっと時間的にちょっとやばいんじゃない、これ。大丈夫、あと50秒。お、ちょっと待って、時間的にやばい、これ時間的にちょっとやばいやばいおー、やばいやばい、時間的にやばいって、ちょっとのんきに走りすぎてるわ。いつの間にか結構難しくなってきてるね、これ。大丈夫か、大丈夫か。あと45秒よ、これ 1.5 キロが。まあ大丈夫でしょう、大丈夫だと思います。はい、よしよし、ちょっとぶつけない、あー、ぶつけない、ぶつけないぶつけない、おい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 、大丈夫か、大丈夫か。 OK OK、 よしよし、来たろうよ。 OK、 さあ、 OK OK、 まもなくまもなく、大丈夫か。ちょっとあと30秒デスタロッサがお前えらいことになってる、えらいことになってる。あと30秒 700m。 さあ大丈夫か、フェラーリテスタロッサ、あと20秒。よしよし、なんとか大丈夫だろう。ここも突っ切ってやるわ。ごめんな、フェラーリテスタロッサのオーナー、ごめんな。俺が勝つためにはこれが仕方がないんだよし、 OK、 完璧の、ありがとう、チャプタークリアだ。But I've been fielding questions and comments. My subscribers love watching you drive. This is going to be great content. As soon as you're ready, I'll set up another stream. 本当かよ、みんな大好きになってくれてんのかな、これ。星1個じゃねえか、サクジュリア、そりゃそうだろう。はい、まあまあ、とんでもないことをやらかしたわけですよ、こうやって。はい、 OK OK、 よし、まあリワードも獲得、まあ今日はこれでいいでしょう。フェラーリテスタロッサなかなか乗れないしね。 OK、よし、ありがとう。お、これでおまけの最後スピンになったんじゃない、これ。おまけのスピンになった、おまけのスピン1回流れるんじゃない、これ。はい、来ました、スーパーホイールスピンです。さあ最後飾ってみましょう。頑張れ LSV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 、 おい SV、 おい SV、 おい、もうなんだよこれ。
せめてお金当たれ、お金。はい、ジャガーが完成したようですね。そして私、ジャガーに乗っているこんなランデブー、見事ですね。はい、ということで、まあ、今日はこのぐらいにして、まあ、次回ですね、ガレージ早速、まあ、見ていって、で、次ですね、次、なんかこの、シーズンパスじゃなくて、これ、ショーケースイベントっていうのは、シーズンが季節固定らしいですね。なので、いつやっても同じらしいです。なので、次回は、またこちらの、ホライズンじゃなくて、この、掘り出し物を探しつつ、あと、この辺のね、これ、シーズン、このクロスカントリーシリーズの、なんかいろいろ、何これ協力プレイなんかいろいろあるんですよね、この辺。で、こういった飛行機のやつとかもあるんで、この辺もまた中心にね、やっていきたいと思います。はい。ですので、またいろいろやっていきたいと思います。で、こういうね、影響ボード壊しても壊しても大変ですね、これ。なかなか全部コンプリートできないというか、なんというか。はい。ということで、次回また、車もいろいろこれから買っていきたいと思いますんで、それまでにしっかり貯金して頑張っておりたいと、頑張っておきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。